こんにちは、料理研究家高橋修郎です。今日はですね、ナスのハサミ焼きをご紹介します。今回使ったサムネイルの写真、ナスの照りがね、かなりよく撮れたんですけれども、揚げだとですね、大変なイメージありますが、焼くと意外に簡単に作れますので、早速作っていきましょう。どうぞ。まず食材と調味料を混ぜ合わせて肉ダネを作ります。しっかりこねましょう。今回は香味野菜、しそと大葉を入れてさっぱりと仕上げます。はい、ナスの切り方はヘタをつけたまま縦半分に切ります。さらに同じ方向の中央あたりに切り込みを入れます。反対側にも同様に切り込みを入れて肉ダネを挟みます。肉ダネを挟む前に片栗粉をまぶします。決着が良くなるように内側にも、こんな感じです。肉ダネを気持ち多めに取ってナスに挟みます。ナスをある程度ギュッと押さえてヘタの部分にも入れ込みます。そしてはみ出したお肉を横からある程度取りながら厚さを調整すると挟みやすいです。肉ダネを挟みすぎると剥がれやすくなるので気をつけてください。ではごま油を敷いて熱したフライパンにナスを断面側から入れていきましょう。中火から強火で1分ほど、時々油をなじませながら焼いていきます。時間が経ちましたら裏返します。片面も同様に焼いて、さらに繰り返しましょう。跳ねないように少し油をペーパーで拭き取ってから酒を加えまして、蓋をして弱火で約3分蒸し焼きにします。はい、これぐらいの肉の厚さであれば比較的火も通りやすいです。では熱いうちに盛り付けましょう。ポン酢をたっぷりとかけまして完成です。ポン酢ならかけるだけですし、意外と簡単に作れますので参考にしてみてください。ではナスのハサミ焼きをいただきます。ナス柔らかい。この熱いナスにですね、おろしとそしてポン酢をたっぷりかけてね、食べるとさっぱりして最高です。ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。はい、本日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、チャンネル登録とコメント、そして、各 SNS のフォローもよろしくお願いいたします。素材撮りですね、ギリギリ間に合いまして、これからですね宮崎に行ってまいります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。